いつも使ってるラッカー塗料とは違ってシュタゼルカラーという水性アクリル塗料を使いました。今回私が塗る際に意識した点みたいなのをお話しすると、はい、皆さんこんばんは、リペイントチャンネル MM マンです。今回はフィギュアを絵画風二次元塗装にリペイントしていきたいと思います。すごく簡単に言うとグラデーションを使って二次元感を出していきたいと思います。グラデーションってエアブラシじゃないとできないんじゃないのって思われるかもしれませんが、実際に私がやってみて筆でもグラデーションっぽい表現を出すことは結論十分に可能でした。二次元塗装の表現というと、パキッと線と線の境界がはっきりとした塗装を想像されると思います。公式が出してる二次元フィギュアもそんな感じのアニメ風のテイストですよね。でも前の動画でも言ってますが、二次元塗装と一言で言っても表現方法は結構思ったよりもたくさんあると思ってますし、今回の塗り方がフィギュアの二次元塗装の一つの選択肢とか新しい形になればいいなと思います。もちろんグラデーションと一言で言ってもエアブラシ、あと筆のどちらにも特徴があって滑らかさにも違いがあって見え方は全然違います。なのでこの動画を通して筆ならではのグラデーション表現を皆さんにお届けできればと思います。じゃあ何のフィギュアを今回塗っていくのかというと、10年ぐらい前に出た一番くじのキラークイーンのフィギュアです。これはジョジョの第4部の敵キャラのキラヨシカゲのスタンドですね。ジョジョってなんか芸術的な配色をしてますよね。色使いとかも本当に綺麗で私もめっちゃ大好きなんですけど、荒木先生自身もジョジョに正体の色はない的なことをどっかの記事で見た記憶があります。なので今回はテーマは絵画風二次元塗装なんですが、キャラの配色に関しては私の感性を全開でいきたいと思います。なので原作の色味をある程度参考にはしますが、基本的には私が作品を見た上で抱いてるイメージを思う通りにかなり自由に塗っていきたいと思います。はい、このチャンネルでは既製品のフィギュアをワンランク上のかっこよさにするをモットーにして、フィギュアのリペイントに関する有益な内容をお伝えしていきますので、ぜひチャンネル登録をしていただけましたら嬉しいです。では早速塗っていきましょう。はい、今回使った塗料なんですけど、今回筆塗りでグラデーションを表現するためにいつも使ってるラッカー塗料とは違ってシュタゼルカラーという水性アクリル塗料を使いました。簡単にどんな塗料かというと、シュタゼルカラーはイギリスのゲーム制作会社が販売していて、自社ブランドのシュタゼルミニチュアとかウォーハンマーっていうゲームなどのミニチュアの塗装を主な目的として開発されたホビー用塗料らしいですね。塗料の種類も何種類もあって、ベースカラーとかレイヤーカラーとかシェード、ドライ、テクスチャーとかたくさんあります。全部でだいたい7種類ぐらいの塗料がありますかね。カラーの名前もかなり独特だなと思って、白い塗料をホワイトスカーって言ったり、黒い塗料をアバドンブラックって言ったりしていて、一見何色と思うような塗料とかも結構ありました。調べてみたらどうやらウォーハンマーのキャラの名前とかになってるみたいで、中二っぽくて読めなかったりして面白いんですよね。なので全然覚えられてないんですよね。ちょっと面白いので興味のある人は見てみてください。あとシュタゼルは水性アクリル塗料なので、シンナー臭とかも当然全くないので、家族とかいて匂いとかが気になる人でも安心して使える塗料かなって使ってて思いました。あと隠蔽力が高いのもこの塗料の魅力の一つだと思います。使い方としては、希釈する場合は普通に水道水で溶かして使えますので本当に気軽にできちゃいます。この塗料についてももしもっと知りたいと思う方がいれば、そのうち動画も出せたらいいなと思うのでコメント欄とかで教えてください。塗料の話がちょっと長くなっちゃいましたが、今回の流れとしてはまずフィギュアの分解、フィギュアの洗浄ですね。次に下地を作って、シュタゼルカラーで筆塗りをして、最後にトップコートの流れでやっていっています。制作期間なんですけど、構想を考えていた時間も入れたらちょうど3ヶ月以上ぐらいかかりました。塗ってる期間は2ヶ月ちょっとぐらいだったと思います。これは期間はあまり気にせずに他の作品と並行しながらやっていたんですけど、制作期間の質問をいただくことが結構多いので振り返ってちょっと計算してみました。あくまでだいたいこのぐらいかかったよっていう感じですね。
そして今回のテーマは冒頭でも言ったように絵画風二次元塗装で塗ってみようと思って進めていきました。まあ絵画風といっても風ってついてるようにあんまりガチすぎない感じでやってます。そもそも絵画ってかなり幅が広いんですよね。油絵を使った絵も絵画ですし、切り絵とか版画とかも絵画って呼んだりします。なのでそもそも絵画とはという話とか定義付けするといろいろ難しくなるので割愛しますね。その中でもあえて今回の塗り方をもう少し掘り下げて細かく言うとすると、絵画の肖像画とか皆さん見たことってありますか？あんまり鮮明に想像できないとしても一度はどこかで見たことあるかなって思います。ああいった絵画の肖像画ってあんまり筆跡が見えないような滑らかなグラデーションとかで表現してるリアル系の人物画って感じがしますよね。そういった肖像画のイメージと普通のイラストっぽい要素を取り入れたどちらの要素も感じ取れるような雰囲気を目指して今回塗りました。グラデーション×二次元みたいな、まあ、ざっくりなんですけどそんなイメージですかね。エアブラシとかの機材を使えばグラデーションって比較的出しやすいかと思うんですけど、筆でグラデーション表現って難しくないって思う方に今回私が塗る際に意識した点みたいなのをお話しすると、例えばですけど実はグラデーションの滑らかさを全て同じにはしていなくって、太ももとかを結構滑らかな部分にしてみたり、逆に一本一本の線が見えるくらいの粗めのグラデーション表現の部分もあったり、筆跡を極端にかなり見せる部分もあったりとかですね。グラデーションって言ってもその幅の広さは無限大なんですよね。なのでグラデーションの粗さとか細かさっていうのを部分的に変えることをしてみたという感じですね。あとはイラストは線画をきちんと描いてから塗っていくと思います。ズボンやインナーシャツとジャケットの境目とか、ズボンと腰巻きの境目とか、イラストだとしっかり線で区切りがついてると思うんですけど、写実系の絵画だと線画とかは基本残さないで描いてることが多いです。なので今回は全体的に絵画風だけど部分的にイラストの線画を取り入れて二次元っぽさを出していくという風にしたんですよね。なのでこのキラークイーンの場合は線の部分を黒系の色で強めに主張する部分を多くしてみました。まあなんというかあえて滑らかにしすぎない方が描いている感みたいなのが出るので、それがイラストっぽさにつながる要素の一つなのかなと思ったのでそうしてみてます。今回使ったシタデルカラーの塗料なんですけど、実は今まで使ったことがない塗料だったので塗料を揃えるところから始めたんですけど、世間的にちょうどお店に行けなかったりした時期だったので、初めはネットで色を見て購入したりしてました。なんですが、やはり実際届いてみるとまだ足りないものとか色も出てきたので、改めてお店に直接見に行ってみたんですよね。やっぱり使ったことがない塗料を買うときは実際に見て聞いて買うのが一番早いですね。東京の秋葉原の近くにミニチュアゲームの専門のお店があるんですけど、調べてたらたまたま見つけたので行ってみたんですよね。シタデルカラーとかホビー用の塗料とか筆とかをたくさん揃ってて、ミニチュアゲームで実際に遊んでる人たちとか自分のミニチュアを塗ってる人たちもいて、なんだか楽しそうな素敵なお店だったんです。なのでそこで塗料と筆とかサフとか足りないものをいろいろ買っちゃいました。そこの店長さんもとても親切な方だったので気軽に買えましたね。結構瞳が綺麗な店長さんでした。でシタデルカラーってこういう塗料だよっていう基本的な知識とか塗り方とかも買い物しながらいろいろと教えてくれてたんですが、その買い物をした日の後に一日勉強もさせていただいたんですよ。そんな時間を取ってくれたことに本当感謝してます。なのでそのおかげもあって手探りとはいえ少しはなんとなく特性を理解した状態から入れたのでとても助かって本当にありがたかったです。そんな感じでいろいろ聞いたりとかネットで調べたりとかしてみると最終的に様々な塗り方とかがあるみたいでした。
基本的に絶対にこの塗り方じゃないとダメみたいなのはないということだったんで、今回はあまり考えすぎずにとりあえずやりながら慣れていくしかないのかなという感じで進めていきましたね。ですがおそらく基本的には今回私はブレンディング的なやり方でおおよそ塗っていったと思います。ブレンディングって簡単に言うとフィギュアの上でカラーを混ぜながら塗っていくみたいな感じです。まあ油絵みたいな感じですね。ラッカー塗料とかは色を作ってから塗っていくんですけど、今回の私の場合はフィギュア上で色と色を混ぜ合わせながらグラデーションを作り出していくというような方法で塗った部分も多いです。ラーミアンメディウムっていう、あと透明の濁った液体を使うとやりやすいとのことだったので、水だけじゃなくてそれも使ったりしてみました。このラーミアンメディウムも下出るから出てるものですね。そして今回のこだわったポイントというか遊んだ部分なんですけど、一つはアシンメトリーにしたことです。簡単に言うと色を非対称にしたということです。キラークイーンってもともと薄ピンクとか薄紫とかのイメージが強い人も多いのかなって思ったりもするんですけど、青とか白とかといったパターンも見たことがありましたし、荒木先生自身の特定の色とかにこだわってないっていうのもどっかの記事で読んだんですよね。先生自身もいろいろな色を使われてるなという印象がありましたし、艶やかな美しい感じと冷たい感じを出したかったので、今回はアシンメトリーでピンクとブルーをメインカラーにしてみました。なんかジョジョの4部を見てる時にキラークイーンにどこか冷たい印象というか冷酷な印象も持ったので、ブルーを取り入れたっていうのもありますね。なので見る角度によっても受ける印象が少しずつ違って楽しめるように塗ったので、結果的にうまく表現できたかなって思ってます。2つ目はベルトに模様を入れました。もともと茶色一色の予定だったんですけど、このキラークイーンのどこかしらにキラヨシカゲの特徴というか存在を入れたいなって思って、ベルトをそのキラヨシカゲのネクタイの柄にしました。もしかしたらパッと見たら気づかないかもですけど、ネクタイ柄にすることで2人の一体感も表現してみました。このキラヨシカゲって魅力的なキャラクターですよね。私的にジョジョの中だと一番好きかもしれないです。才能があるのに常に3位で目立たないようにしてるとか、なんか静かに暮らしたいだけとか言っておきながら殺人鬼でなんか異常な性癖を持ってたりとか、でも普通のサラリーマンっていうところも矛盾してるようでバランスが良くていいですよね。そしてこのスタンドのキラークイーンもめっちゃかっこいいのに美しさもあるっていういいとこ取りな感じがなんだかずるくて私はめっちゃ好きです。あとは細かいところですけど、装飾品のビスの色とかエンブレムの色とかもバランスを見ながらピンクとか青とかを使いながら場所によって変えてます。あと写真だとちょっと分かりにくい部分が多いかもしれないんですけど、右手の指先のところに何ですかね、エネルギーが内に溜まってる感じに、レインボーな感じにしたりとかしてますね。エネルギーが脈を打っているかのような、まあ、そんな感じが出せたらいいなと思って塗りました。最後に台座ですね。台座にシアハートアタックが乗ってるので、そこが私的に結構響きました。このシアハートは作中だと熱源とか温度の高いところに向かって進んでいきますよね。ただ熱源真っ只中だと爆発してしまうので、熱源に向かって進んでいるけど手前に到達したみたいな表現をしたんですよね。なのでちょっと大げさなくらいに前方のところは炎っぽい模様で塗ってみました。あくまで爆発しない程度に熱源に近づいている様を表現したかったので、シアーハートの前の方は炎が揺らめくような表現をして、あえて後ろの方までは炎は描き込まないようにしました。そしてここはグラデーションとかはほとんどやってなくって、割ともうメキッとした感じでもう描いていった塗っていったっていう感じですかね。くどさを出してみました。シアハートの色は何にしようかめちゃくちゃ悩んだんですけど、結果的にこの表現にしてよかったのかなって個人的にはまあ満足してます。あとは台座のどこかにジョジョ特有のあのめちゃくちゃ独特な効果音を入れたかったんですよね。そしてその効果音がパーンってこう目に入ってくるようにインパクトも出したいなと思ったので、結構大胆に台座に直接大きく書き込みました。手前の文字はシアーハートアタックに合わせて熱っぽい炎っぽい感じの色で合わせて書いてみます。そんな感じで完成したキラークイーンがこちらですね。
こんな感じで完成しました。今回に限ってはもう本当に自由になりました。テイストとか配色的に人を選ぶというか賛否両論はあると思いますが、個人的にはかなり満足してます。というよりも本当に今回めちゃくちゃ楽しかったです。やっぱり楽しいというのがいい作品を作る上で一番大切なことだと思います。ここどうしようとか、なんかうまくいかないとか、次はもっとこうしようとか思いながら塗っている時が、結論一番楽しいんですよね。苦戦したりとか、壁が塞がっていることほど成長して、自分ができる表現の引き出しがまた一つ増える感覚がいいですよね。そして今回の塗り方はフィギュアのリペイントにおいて私の中で初めての表現だったので、ここからまたさらに研究を重ねていって、私もさらに成長していきたいと思いましたね。またこの塗り方を極めていってドラゴンボールも塗りたいと思ってます。ただこのフィギュアはやっぱりどうしてもめちゃくちゃ時間がかかる塗り方なので、チャレンジするにも気合はちょっといるんですけどね。あとは皆さんでも簡単にできるような方法とかも探していけたらいいなと思います。なのでまた新しい発見とかがあったら随時お届けしていきたいと思います。はい、このチャンネルでは既製品のフィギュアワンランク上のかっこよさにするをモットーにして、フィギュアのリペイントに関する有益な内容をお届けしていますので、ぜひチャンネル登録していただけましたら嬉しいです。またツイッターの方では私が現在リペイントしている過程とかも随時発信していますので、興味がある方はフォローしてみてください。では最後までご視聴ありがとうございました。